平野翔、大阪でファン2500人熱狂。俺と結婚してくれへん。平野翔が関西弁プロポーズでファン悶絶。平野翔の優しさが爆発。平野翔が大阪で行われた映画、ハニーの公開記念イベントに登場したとき、2500人ものファンが詰めかけ、まるでフェスティバルのような熱狂的な雰囲気に包まれていました。彼の登場はもちろんのこと、特に映画内で披露されたプロポーズシーンを関西弁で再現する場面が、観客を沸かせる一番の瞬間となりました。俺と結婚してくれへんというセリフにファンは絶叫し、その声援は雨の音をもかき消すほどの大きさでした。この場面は、ただのイベントという枠を超え、まるでその瞬間に映画の中の世界が現実に飛び出してきたかのようでした。映画のストーリーがファンの日常につながり、イベント自体が一種の劇的な体験となったのです。映画、ハニーユは、メグロアムの同名コミックを実写化した青春ラブストーリーで、不良少年のタイガと、彼に突然結婚を前提とした交際を申し込まれた女子高生ナオの物語です。平野が演じるタイガは、赤い髪と鋭い眼差しを持ち、学校中から恐れられている存在。しかし、そんな彼の内面には優しさや愛情が隠れており、それが物語の軸として進行します。彼がナオに対して見せる不器用な愛情表現は、多くの観客に共感を与える部分であり、またその純粋さが多くのファンの心をつかむ要素となっています。イベント当日、平野はファンに向けて、皆さん生きてますか?と冗談交じりに問いかけ、笑いを誘いながらも、雨の中で長時間待っていたファンへの感謝を感じさせる言葉をかけました。彼のこうした一言一言には、単なるアイドルとしての振る舞いだけでなく、ファンを大切に思う気持ちが込められていることがうかがえます。実際、彼が関西弁でのプロポーズを再現する際も、どこか照れたようにしながらも真剣な表情で、会場の全員に語りかけるような姿勢が印象的でした。また、このイベントには、映画で共演した平祐奈や、主題歌を担当したソナーポケットもサプライズで登場し、ファンをさらに盛り上げました。ソナーポケットは、の場で主題歌を披露し、観客の期待を超えるパフォーマンスで会場をさらにヒートアップさせました。こうしたサプライズ要素は、ファンにとって予想外のプレゼントであり、イベント全体がまるでライブコンサートのような一体感を生み出していました。平野翔という存在は、単に映画やドラマでの演技が評価されているだけでなく、彼の人柄やファンとの距離感が特別視される理由の一つです。彼のファンに対する真摯な姿勢や、イベント中の些細な会話の中にも見られる思いやりが、ファンの心に強く響いているのです。実際、この日も平野がファンに投げかけた、すいません、長渕剛さんのライブみたいになっちゃって、というコメントは、その場の状況を見事に捉えたもので、雨の中で待っていたファンの苦労を気遣う言葉として、多くの人に笑顔をもたらしました。また、関西弁でのプロポーズ再現に至った経緯も興味深いものでした。司会者からの促しで、映画内の名シーンを関西弁で再現することになった平野は、雨の中で会場の皆さんと出会えたのも運命だと思うと語り始めました。そして、その後続けて、雨の中、待たせてごめんな。俺と結婚してくれへんと観客に向けて発言すると、会場は一瞬にして大歓声に包まれました。この瞬間、平野は恥ずかしさのあまり身をよじりながらも、その照れくさそうな表情がまた一層ファンの心をつかむこととなりました。平野のこうした姿は、スクリーン上のキャラクターとしてだけでなく、彼自身の魅力をより強く感じさせるものとなっています。彼の自然体な姿勢や、どこか照れくさそうな一面は、ファンとの距離を縮める要因の一つでもあります。実際、彼の発言や行動は、常にファンを意識し、彼らが喜んでくれることを最優先に考えていることがうかがえます。そのため、平野翔が多くのファンに愛され続けている理由は、彼の持つ俳優としての才能だけではなく、人間としての温かさや誠実さにもあるのです。このイベントは映画のプロモーションとしての意味合いが強かったものの、結果的にはファンと俳優が直接触れ合い、互いに感謝の気持ちを伝え合う場となりました。平野がプロポーズの言葉を再現する瞬間、ファンはまるで自分がその場にいるかのような錯覚を抱き、映画の中の世界と現実が交差する不思議な感覚に包まれました。こうした瞬間が生まれるのは、平野のようにファンを大切にし、
彼らとの関係を築くことを常に意識している俳優だからこそできることです。さらに、今回のイベントで注目されたのは、ただの映画のプロモーションにとどまらず、平野がファンとの一体感を感じさせる瞬間が数多くあったことです。雨という悪天候にもかかわらず、彼がファン一人一人に向けて感謝の気持ちを伝える姿勢は、まるで彼自身が一ファンの立場でその場にいるかのような感覚を与えました。平野にとって、ファンとのつながりはただの表面的なものではなく、彼自身の原動力となっていることがこのイベントでも強く感じられました。ソナーポケットのサプライズ出演も、ファンにとっては忘れられない特別な瞬間となりました。映画の主題歌がライブで披露されること自体がイベントの大きなハイライトであり、観客は思いがけないプレゼントに歓喜しました。このように、イベント全体が驚きと感動に満ち溢れており、参加者全員が特別な体験をしたことでしょう。平野紫耀という存在は、単にその美しい外見や演技力だけではなく、こうしたファンとの深いつながりが彼を特別な存在たらしめています。映画、ハニー自体は、若者の甘酸っぱい恋愛や成長を描いた作品ですが、その背後には、人と人との深い絆や感謝の気持ちが流れており、それが今回のイベントでも色濃く反映されました。平野が演じるタイガというキャラクターも、表面的には冷たく見えるがうちには熱い心を持っているという点で、彼自身の性格とも重なる部分が多いように感じます。彼の演技は、単に台本通りに進めるものではなく、彼自身の感情や経験が投影されており、それが観客にとって非常にリアルに感じられるのです。このように、今回のイベントは映画の公開を祝うだけでなく、ファンと俳優が心を通わせる貴重な機会となりました。雨の中でも笑顔を絶やさない平野の姿は、多くのファンにとって忘れられない思い出となり、彼との距離が一層縮まったと感じられる瞬間でした。ファンにとって、平野紫耀はただのスクリーン上のスターではなく、彼自身の優しさや真摯な姿勢がその魅力を何倍にも膨らませています。平野紫耀のイベントの一つ一つの瞬間が、ファンとの絆をより一層深めるきっかけとなっています。彼の魅力は、スクリーン上の華やかな役柄だけにとどまらず、ファンとの接し方やその場の雰囲気づくりにも反映されています。このイベントで特に印象的だったのは、平野がただ映画のプロモーションを行うだけでなく、集まったファン一人一人に感謝の気持ちをしっかりと伝えようとしていたことです。彼の一言一言には、形式的ではなく、心からの感謝が込められており、その誠実さが彼の人気を支える要因の一つであることは間違いありません。また、彼の関西弁でのプロポーズシーンは、映画の中の一場面を再現するという枠を超え、ファンにとっては自分がそのプロポーズを受けたかのような感覚を与えるものでした。平野の演技力や自然な表情が、まさにその場を特別なものにしており、ファンとの距離が非常に近く感じられる瞬間でした。彼が、俺と結婚してくれへんと照れくさそうに言うと、その一言はまるでファン一人一人に向けられているように感じられ、多くの観客がその瞬間を心の中に刻み込んだことでしょう。こうしたイベントは、単なる俳優とファンの関係を超えて、まるで友人や家族のような温かいつながりを感じさせます。平野の優しさや気遣い、そして彼の率直な言葉遣いは、ファンにとって特別なものとなり、彼との関係がますます強固なものとなっていきます。これこそが、彼がただのスターではなく、人として多くの人に愛される理由の一つでしょう。映画、ハニーのストーリーそのものも、こうした、人と人とのつながりをテーマにしています。平野が演じるタイガは、外見こそ恐れられる不良少年ですが、内面には優しさと愛情を秘めています。このギャップが、物語の中で重要な役割を果たし、観客に感動を与えます。映画を通じて描かれる若者の不器用な愛や友情は、現代の視聴者にとっても共感を呼ぶものであり、平野自身のキャリアにも通じるテーマです。特に注目すべきは、平野自身がこの役柄をどのように理解し、自分なりに表現しているかという点です。彼は単にキャラクターを演じるだけでなく、役に対する深い理解と共感を持って挑んでいます。タイガの持つ二面性、冷たさと優しさは、平野自身が持つ多面的な魅力とも重なり、彼の演技にリアリティと説得力を与えています。彼は、ただセリフを言うのではなく、自分の感情や経験を役に投影することで、
観客に深い共感を呼び起こすことができる俳優です。